ビッグセーシャスはアメリカペンシルベニア州フィラデルフィア出身の男子テニス選手。本名はエリアス・ビクター・セーシャス・ジュニアというが愛称のビッグでよく知られている。主に1950年代前半に活躍した選手で1953年のウィンブルドン選手権と1954年の全米選手権の男子シングルスで優勝した。 4大大会でのダブルス優勝も多く、男子ダブルスで5勝、混合ダブルスで8勝を挙げ、総計15のグランドスラムタイトルを獲得した名選手である。右利きの選手で、体格は身長 185cm、体重 81kg ほどであった。セイシャスのテニスは、フォアハンドストロークのトップスピニア、バックハンドスライス。 トップスピンのロブショットなどを巧みに駆使し、長時間の試合に耐えられる強靭なスタミナを大きな武器にした。彼は比較的遅咲きタイプの選手であったが、1952年から1956年までの5年間に、総計15個の4大,大大会タイトルを獲得した。彼のダブルスは、男子ダブルスは、トニートラバート、混合ダブルスは、 ドリスハートと組んで、抜群の相性を発揮し、とりわけ混合ダブルスでは1953年から1956年の、ウィンブルドン4連覇、1953年から1955年の、全米選手権3連覇の金字塔を打ち立てた。セイシャスは1940年から、全米選手権に出場し始めたが、当時は、第二次世界大戦の戦時中であり、 テニス四大大会は全米選手権だけが開催されていた。戦時中、セイシャスはアメリカ陸軍で3年間空軍パイロットの仕事をした。1940年代は全米選手権で高成績がなかったが、27歳を迎えた1950年に初めての海外遠征に出て、全仏選手権ベスト8ウィンブルドン選手権ベスト4の成績を出した。 1951年、セイシャスは初めて全米選手権の男子シングルス決勝に勝ち上がったが、当時前世紀にあったフランク・セッジマンに4から6、1から6、1から6で完敗した。この年から彼は男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手に選ばれた。1952年の全米選手権男子ダブルスで、セイシャスは、 メルビン・ローズとペアを組み、ここで、初めての4大大会タイトルを獲得した。セイシャスとローズは、決勝で、オーストラリアペアのフランク・セッジマン&、ケン・マグレガー組を3から6、10から8、10から8、6から8、8から,8 8から6で破り、1951年、全豪選手権から続いてきたセッジマン&、マグレガー組の4、大大会男子ダブルス連続優勝を、 7連勝で止めた。このペアは1951年に男子ダブルス唯一の年間グランドスラムを達成したが、1952年全米選手権の決勝でセイシャスローズ組に敗れたため、2年連続の男子ダブルス年間グランドスラムを逃したことになる。セイシャスの4大大会男子ダブルスは、この初優勝だけローズと組それ以後は、 同じアメリカのトニー・トラバートと組んで4勝を挙げた。1953年、ビッグセーシャスのテニス経歴は最盛期を迎える。年頭の全豪選手権で準決勝に進んだ後、全仏選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権の3大会連続でシングルス決勝に進出した。全仏選手権ではシングルス決勝で、 当時18歳のケンローズウォールに敗れたが、ドリスハートと組んだ混合ダブルスで、初優勝を果たす。ウィンブルドン選手権の男子シングルス決勝で、セーシャスは、デンマークのクルト・ニールセンを9から7、6から3、6から4で破って初優勝を決めた。対戦相手のニールセンは、デンマーク人選手として、最初の4大大会決勝進出者になった人である。 全米選手権の決勝では、セイシャスは、同僚選手のトニー・トラバートに3から6、2から6、3から6で敗れ、2度目の準優勝になった。トラバートとは1952年のデビスカップから、ペアを組み始めたが、アメリカ海軍の仕事を終えた、彼と、ようやく4大大会でもペアを組めるようになる。セイシャスは混合ダブルスでも、無敵の強さを発揮し始め、 ウィンブルドン選手権で1953年の1956年の4連覇、全米選手権で1953年から1955年の3連覇を達成した。1954年の成績は、前半は、全豪選手権、全仏選手権、ウィンブルドン選手権とも、ベスト8止まりで、大会前年優勝者だった、ウィンブルドンも準々決勝で、 バッジパティに敗退した。全仏選手権では、トニート・ラバートとのペアで、男子ダブルス初優勝を果たしている。1954年の全米選手権で、セーシャスは、男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3部門をすべて制覇する、ハットトリックを達成した。2年連続3度目の進出となった、男子シングルス決勝で、セーシャスは、 レックス・ハート・オイグを3から6、6から2、6から4、6から4で破り、ついに祝願の全米男子シングルス初優勝を達成した。ダブルスのパートナーは、男子ダブルスはトラバート、混合ダブルスはドリス・ハートであった。セイシャスは1955年を最後に、オーストラリアの全豪選手権とフランスの全仏選手権から撤退したが、最後は、 この両大会でトラバートと共に男子ダブルス優勝を飾った。この年を最後に混合ダブルスのパートナーであるドリス・ハートが現役を引退する。セイシャスとハートはウィンブルドン選手権と全米選手権でそれぞれ混合ダブルス3連覇を成し遂げた。男子ダブルスでペアを組んできたトラバートも1955年シーズンの終了後、 プロテニス選手に転向した。1956年のウィンブルドン選手権では、セイシャスは、シャーリー・フライと組んで混合ダブルス4連覇を果たし、ここで最後のグランドスラム優勝を決めた。ウィンブルドンの男子ダブルスでは、1952年は、エリック・スタージェス。1954年は、トラバートと組んで2度の準優勝に終わり、ここでは優勝できずに終わった。 ビッグセイシャスは1957年までデビスカップのアメリカ代表選手を務め7年間で通算55試合に出場した。これはデハイ米国代表としてはジョン・マッケンローの69試合出場に続くチーム歴代2位記録である。彼は46歳を迎える1969年まで28年間全米選手権に連続出場を続けた。 42歳だった1966年にも彼のスタミナは衰えず、ペンシルベニア州グラスコート選手権でビルボーリーと94ゲームの試合をした記録も残っている。セーシャスは1971年に国際テニス伝道入りを果たし、1973年から50歳以上のプロテニス選手を対象にしたグランドマスターズサーキットに参加するため50歳で、 プロテニス選手になった。ありがとうございます。